平和な世界に戻ったね。なんとかね。さて、眩しいよ。そろそろ時間だな。聖十郎さん、さくらです。もう出る準備はできてますか？出る準備？ああ、今行くよ。ちょっと待っててくれ。出る準備って何よ？デート？聖十郎さん、もうすぐ世界歌劇団公演が始まりますよ。おお、そんなあるんだ。平和の祭典、最大の目玉、その特別公演だ。また世界中のみんなが集まって一緒に公演ができるなんて夢みたいです。うん、ああ俺もだ。それはそうと、みんなもう来てるのか？もちろんです。みんなどこかでくつろいでますよ。どこかで？そうか、どこかで。じゃあちょっと挨拶にでも行ってくるか。はい、それじゃあ私は先に舞台へ行ってます。うん、挨拶が終わったら舞台に来てくださいね。はいよ。あ、わかった。なんでそんなみんなバカバカなの？大団円。はい。何？上海とか何？ロンドンとか、いろんな何？歌劇団の人と一緒に、うおー！何？この上ないモテ期みたいな。え？お？え？これ何？薄い本が熱くなる。いや、なんでもない。あー、じゃあなんかもうよくわかんないもうないよくわからないから、なんで鉄管さんにハートついてないんだよ。まあいっか。じゃあ上から。あ、しかも花組以外なんだね。花組以外の人からハートマークが出てるけど、花組からは出てないんだ。なんか花組から嫌われてるみたいなしかもゆいちゃんじゃなくてシャオロンの方かよ。じゃあゆいちゃんに話しかけよう。さくらは本当に頑張ったよね。もちろん神山もだけど。終わり？終わりか。なんだよゆいちゃん。それにしても、うん、まさかお前と帝劇がこんなにも成長するとはな。だろ？最初は帝国歌劇団の名を借りた弱い奴らだと思ってた。それが今は俺たちに肩を並べるほどだからな。肩並べてないけど。多くの壁が厳しく立ちはだかり、俺たちを鍛え上げてくれたのさ。そして俺たちにとっての最初の壁は上海歌劇団だった。低い壁だったけどね。俺たちがここまで成長できたのは君たちのおかげでもあるんだ。礼を言う。ありがとう、シャオロン。礼には及ばねえよ。いいライバルができて張り合いがあるってもんだ。いいか神山、お前はこの俺が認めた男だ。俺以外に負けるのは許さねえからな。それで次の歌劇団対戦では上海歌劇団が勝つ今度は油断しねえから覚悟しておけよ。どっからそんな勝機がわかるの？どっからそんな言葉出てくんの？最初初戦で負けてんのにさ。いいか神山、うん、お前はこの俺が認めた男だ。フルボイス。俺以外に負けるのは許さねえからな。大丈夫、全員に勝ったから。なんだかんだ全員に勝ったからね。ゆいちゃんね。ねえゆいちゃん、なんかこっち調べられるんだけど。さて、これから忙しくなるぞ。サロンでゆっくりしている暇なんてないな。ないな。ううなんもないね。で、あ、こっち側か。なんでさ、男性側なの？男性側にハートついちゃってんの？ね、そんなにみんなして神山を奪い合いたいの？そんなに薄い本を厚くしたいの？みんなは。そういうことなの？ねえ、
やさ、信長。神山くん、おめでとう。ありがとう。君ならやってくれると信じていたよ。アーサーとランセロットさんの力もあったからこそあの原案を倒すことができたんです。なら僕たちが手を組めば完璧だな。おっと、どうだい神山くん、ロンドン歌劇団に入らないか。スカウトですか。我が騎士団に君のような侍が入ってくれる。サムライ、ラスサムライ無敵の歌劇団になれると思うんだありがたいお誘いですが遠慮します。俺は帝国歌劇団の隊長でいたいですから。逆にスカウトしようぜ。振られてしまったな、まあ、やめてそういう言い方。僕はまだ諦めてないよ。今回の戦いを経て僕たちも強くなった。あ、そっちね。うん、絶対に君をひざまずかせてみせるよ。びっくりしたよ、びっくりしたよ信長。その諦めてないとかさ。今回の戦いを経て、僕たちも強くなった。次こそ絶対に君をひざまずかせてみせるよ。やれるもんならやってみろよって話だけどさ。な、ランセロット。お疲れ様。なかなかやるじゃん神山も。うん、それだけなんだよね。そうなんだよね。俺が期待してたのは女性側のあの熱いお誘いだったんだけど、なんかね、男性側からこういろいろとね、いろんな視線が向けられているんだけど、いつきちゃんね。いつきちゃんは元の姿に戻ったんだね。見た目そんな変わってないよ。おお、花組のブロマイド、すごい数だな。よく集めたね。どこにあるのそれ。でもね神山さん、実はある人の写真がなくてまだコンプリートできてないんだよ。俺かな、ちゃんと全員分あるみたいだけど。花組といえばこの人、この人がいないと花組に今のような輝きはなかったかもしれない。そんな重要人物がいることを忘れているなんて。神山さん、君は隊長失格だよ。そんなすごい人が花組にいたのか。一体誰なんだその人物はもちろん君のことだよ神山さん。うん、でしょうね。俺、その通り。花組といえば神山さん、だから私に神山さんのブロマイドを。ちょっと、毎回なんかあの知らぬ間に盗撮されてるけどね。そこでストップ。後悔取られるのも結構気分がいいもんだな。もう我慢できない。いつきちゃん、やめてくれ。ダメよ神山さん、ちゃんと脱いで。神山さんのありのままの姿を私に撮らせて。完全に獣。神山ブロマイドをこの手に。うわー、来るな、やめてくれ。あ、逃げちゃダメ。グフフは危ない。あ、神山さん、季節別バージョンも欲しいからその時はまたよろしくね。一年中取り回すんだね。もうお婿に行けないお婿に行けない。二度目、顔真っ赤だったけどね。私の大好きな帝劇を守ってくれて本当にありがとう。あ、神山神は言ってくれないんだ。あ、神山神は言ってくれないな。そこまで言ってほしかったんだけどね。じゃあもう どんどん話聞こうか。ね、どんどんね。こんなんもったいぶってもキリがないからね。猫まっちゃん。
どないしたんや。とりあえずブグモネとかを。いらっしゃい。調子はどうや。ああ、もうこれが最後なのかな。それを買ってくれるんか。お。毎度あり。歌舞伎座にときめくアナスタシア。いつか歌舞伎座か、歌舞伎座じゃないな、歌舞伎の舞台にも立ってみたいと心弾ませる。いい演技をするためにはいい芝居を見ることも大事よ。また来てや。うん、めっちゃ熱心。神山さん、あんた最近だいぶもぎり姿が板についてきたやんか。もぎり心ですからね。そろそろ次のステージへ進む頃合いやな。ステージ、あての売店技術のすべてを叩き込んだるわ。もしかして今からですか。おろしに仕入れ、ついでに。なんか今日バックミュージックがすごいうるさいんだけど。覚えてもらうからな。いろんな意味でうるさいんだけど。どうしたんだろう。おう、素直な神山さんは大好きやで。ちょ、コマちゃんの、コマちゃんの声が集中できねえんだけど。驚きです。あはは、もっとやもっと。どんどん当てをよいしょしたってや。もっとですか。よっ、小町さん、世界一。大きく出たな。すごい棒。ああ、ええ気分やな。ほんま楽しいわ。なあ、神山さん、当てと二人で売店やらへんか。告白。それはもう告白。まあ普通だったらこれなんだけどね。まあここはあの、それもいいかもしれませんね。いいかもしれませんね。ちょっと戦いに疲れたかもしれません。てやろ、美男美女の売店員として漫才しながら物を売るんや。きっと楽しいで。ま、漫才なんだ。よし、俺早速すぐれさんに相談しに行ってきます。あ、あかんわ。ちょっと待ってな。どうしました。そこ、ああじゃないよ。そこかい。いや、楽しかったな、神山さん。それに荷物持ちもありがとうな。おう、ほんまに売店で雇いたくなるで。せやけど。せやけど。今日いろいろと付き合ってもらってようわかったわ。神山さんはやっぱり花組の体調がぴったりや。売店には到底収まらん。そうですかね。では帝国歌劇団花組隊長の神山さんが好きなんや。胸を張りや。はい、ありがとうございます。でも仕入れが大変な時はまたこっそり手伝ってな。わかりました。この神山清十郎勉強します。最高やで神山さん。もう絶対好きじゃん。こまっちゃん絶対俺のこと好きじゃん。そんな、もう。あてはな、あんたがやる男やて初めて会った時から分かっとったで。そのやぐっていう、いい感じで持ち上げたところで、なんか買ってってやん。勉強しますぜ。さっきブロマイド買ったんだけどね。さっきブロマイド買ったんだけどね。買ったんだけどね。出たよ。出ましたよ、白州さん。あなた何か隠してませんか。なんかちょっと前におぼろを切ってたけど、仲間とか言われて。玄庵との戦い、実に見事だった。まさに君たちの絆の力が生んだ勝利だな。どうした。今回の戦いではいろいろなことがありました。新宮寺さんに似た敵が現れたり、過去に戻って日向さんに会ったり、桜には辛いことばかりだったと思います。でもその全てを桜は見事に乗り越えました。あなたが教えてくれたまっすぐな未来を目指す心で。
だからこの勝利は白秋さん、あなたのおかげでもあるんです。やれやれ、これだから若者は素晴らしい。よちよち歩きをしていたかと思えばすぐに成長し先人を追い抜いている。神山くん、良い隊長になったな。ありがとうございます。これからもご指導よろしくお願いします。なんかすげえ普通にいい話だったんだけど。神山くん、良い隊長になったな。でしょ、もうこれであれでしょ、白秋さんも公認でしょ、桜の嫁ね。ねお父さん。聖文。お父さん、あの時桜をかばってくれてありがとう。もう完全に定見作る気満々だったけどね、鉄管さんね。しかし私はまた同じ事態が起こったらやはり定見を作ろうとするだろう。揺るぎねえな。その時はまた君が私を止めてくれる。オッケー、そう信じているよ。はい。もう二度とそういう口叩けないようにもう刀で切っておこうか。お父さん、あと残ってんのが、まさかここからハートマーク出るとはね。開いています。神山です、カオルさん、失礼します。めっちゃカキカキしてる。あれでしょ、夏休みの宿題まだ終わってないんでしょ。だから計画的にやろうって言ってたのに。カオルさん、書類の整理ですか。俺手伝いますよ。神山さん、いえ私一人で大丈夫です。本当に？でも結構な量があるじゃないですか。遠慮せずに俺は頼ってください。またバックミュージックが。お手伝いお願いします。はい、任せてください。一緒に頑張りましょう。それにすげえよ、これを全部一人でいつも大変ですね。確かに今日は少し量が多いみたいです。でも花組さんと違って私たちはコウマと戦うことはできませんから、これぐらいはさせてもらいたいです。少しでもできるか。カオルさん、カオルさん、そんな風組がいるから戦えるんだよ。俺たちは風組の支援があるから戦えるんです。あなたの情報や指示がなければ負けていた。そんなことは、神山さんは一人でも切り抜けていましたよ。そうだとしても心は一つだったと思います。俺たちは離れていても一緒でした。一緒に戦っていました。同じ目標に向かって。神山さん、そうですね、あなたはそういう人。今回の戦いでよくわかりました。そういうところ少し素敵だと思います。おっと、何かありました？何でもありません。そこ間違ってますよ。え、どこですか？教えてください。近寄らないでください。近寄るなって言われても教えてもらわないとわからなくて。もう早く終わらせますよ。カオルさん、はい、カオルさん、ちょっとカオルさん、ちょっとカオルさん。これで書類は終わりです。ありがとうございました。女王じゃなくて。大変助かりました。後ろ追い、なんだか帰って邪魔してしまったような。そんなことはありません。結構楽しい時間でした。よかったらまた手伝ってくださいね。そんな、あの鬼のカオルさんが、俺が散々ラスボスだってぼやいてたカオルさんが。神山さん、あなたには本当に感謝しています。うん、
あなたは帝国歌劇団になくてはならない人。これからもよろしくお願いいたします。 OK、 じゃあエロ本揃えといてね、とりあえずね。レイジも見るしね。よろしくね、川口さん。じゃあ、スミレ様？ん？これは？どうした？今日は特別な日。愛が溢れそうな日。あれね、クリスマスのやつね。君と私に奇跡が起こります。まだクリスマス引きずってんのかな。特別な日、愛の鐘が鳴る日、あなたと二人のラストーリー。スミレさん、なんて美しいんだ。惚れるな。帝国歌劇団花組、伝説のトップスター。あ、黙って立ち聞きだなんて、いい趣味とは言えませんわよ。これ殺されるね。しまった。殺されるよこれは。すみません、あまりの美しさに見とれてしまって。まあ神山くんも随分お上手になりましたわね。よろしくてよ、今回の戦いの功績に免じて許してあげますわ。ありがとうございます。ちょっと待って、神山くん。おお。本当に今回の戦いはいろいろなことがありましたわね。そうね。スミレさん、感謝しているわ、神山くん。これ惚れた、もしかして。これはダメでしょ。いや、素直に喜んどこ。ありがとうございます。そう言っていただけると今までの苦労が報われます。大げさですわね。神山くんは帝都を、そして帝国歌劇団を守ってくれました。うん、本当にありがとう。今日という日を迎えられたのはあなたのおかげよ、神山くん。あなたはまさに帝国歌劇団花組の隊長にふさわしい男ですわ。この神崎すみれが知る限り2番目にいい男ですわよ。ありがとうございます。ちなみに1番は。そんな野暮のこと聞かない。そういうことを乙女に聞くものではなくってよ、神山くん。あれなんだかね、その初代の帝劇の、まあ、隊長のことなんだろうね、きっとね。この戦いに勝利できたのはあなたのおかげよ、神山くん。うん、これからも花組隊長として帝都をしっかり守ってちょうだい。 OK、 任せてよすみれさん。特にさくら守るよ俺。特に守るは桜のこと。あとは、中庭と、先中庭行こうか。何？どうしたん？喧嘩してんの？この二人は。エリスさん。今回の主君はやはり帝国歌劇団だろう。うん、当たり前だね。神山、あなたの指揮も見事だった。
エリスさんたちの協力があってこそです。俺たちだけの力じゃありませんよ。そう言ってもらえるのは嬉しいが、今回我々は大きな失敗を犯している。それはもう言わないでください。ベルリン歌劇団はそれを補ってあまりある活躍をしました。失敗というなら俺たちだって山ほどしてます。でもそれでも前に進んでいったから今があるんです。今回の戦いは皆それぞれが失敗を乗り越えて、それで得た力で勝ったんだと俺は思います。確かにそういうことなのかもしれん。神山、あなたは世界だけではなく私たちベルリン歌劇団も救ってくれた。改めて礼を言わせてくれ。バックミュージックのナナ様がすごい主張してきて話半分以上聞いてなかったんだけど、ごめんね本当に。ありがとう神山清十郎。そのぐらいの音をあの声量で言ってくれるとよかったんだけどさ、もう完全にバックミュージック勝ってたからね。なマルガレーデ、私が計算した結果、全ての歌劇団が力を合わせても原案相鉄に勝てる確率はヌルプロッツェントだった。マジで言ってんの？なのに私たちは一人の犠牲も出さずに勝った。正直に言って意味がわからないわ。すげえ罵倒されてるみたい。神山、指揮を取っていたお前はあの時どんなことを考えていたの？さくら、それはそれ桜のことでしょ。どんなだったかな。桜しか考えてない。わからないってどういうことや。自分のことでしょ。脳みそちゃんとついてるの？すげえ罵倒されてる気がするんだ。いや、その俺はあの時原案を倒すことに必死だったんです。原案を倒し絶対にみんなで帰る。そのことしか考えていませんでしたよ。何よ、ちゃんと覚えてるじゃない。ツンデリか。今回バカ手のツンデリか。私たちもいろんなことを学ばせてもらった。その点については感謝してあげるわ。ツンデリだね。そのありがとう。どういたしまして。そんな顔下げたか許すよ。そんな罵倒下げても許す。はい、もう何も言わないわよって今言ってるね。なんだ可愛いかよ。デレキ早かったな。すげえスピードで出けてったな。じゃああとはあれね、あのもうお菓子屋さんってしかイメージがねえけど、今何か聞こえたような。誰かいるのかな。神山さん、ちょうどよかったです。どうしたんだい。ひろみさん、もしかしてまた和菓子の試食ですか。ここで作ってんの。ピンポーン、正解です。神山さん、新作のおまんじゅうを作ってきたんですよ。あ、作ってきたんだね。今回は超自信作ですよ。神山さんのために一生懸命作りました。俺のために。ありがとうございます。それじゃあありがたくいただきます。え、どうぞ。これが新作のおまんじゅう、その名も神山です。俺の顔、本当に俺のために作ってくれたんですね。ですから、そう言ってるじゃないですか。どうぞ遠慮せずに食べてくださいね。じゃあいただきます。どういう食い方したんだよ。うまい。神山さんが帝劇のために頑張ってくれているので、このおまんじゅうは私からのご褒美です。限定1個とかなの。いっぱいの愛情を込めて作りました。ラブラブ。
ありがとうございます。いや、本当に美味しいですよ、これ。あらあら、そんなに慌てて食べたら。ほら、あんこがほっぺに。ああ、すみません。何か拭くもの。神山さん、じっとしててください。私が取ってあげますから。ひろみさん。あ、その手やめえ。恋人っぽいことをしちゃいましたね。その手やめえよ。花組の皆さんには内緒ですよ。完全に押そうとしてるみたいな。二人だけの図だけど。ジャパン。なんでそこジャパンなの。ちょやめえや。そうやめや。神山さんがテートを救ってくれたおかげで、お菓子どころ三日月も無事営業再開です。うん、よかった。またお店の方にも来てくださいね。約束ですよ、ジャパン。うん、結局あのひろみさんの店で一回もお菓子買ってないけどね。なんならあの置いてあったものを勝手に飲んだり食ったりしてたけどね。もう千と千尋の神隠しだったら完全に有罪だけどね。完全にギルティだけどね。じゃあちょっと意味がわからないんだ。なんなの、0時からハートマークついてる、どういうことなの。どういうこと、レジな。清十郎、いいところに来たな。おう、ちょっと懐かしいものを見つけたんだ。なんだい。そんな顔わからめんな。漁師戦闘機実習の写真。懐かしいな、二人で失敗ばっかりしてたっけ。ほんと思ったように動かなくてな。そして俺は霊力がないことが分かり、飛行整備課へと移った。ああ。おいおい、そんな顔すんなよ。後悔は全くしてないぜ。でもお前、移動の時泣いてたじゃないか。忘れろ、あれはもう忘れてくれ。確かに俺は漁師戦闘機に乗って平和を守りたいと思ってた。それが叶わないと知った時はそりゃ荒れたさ。でもある男が言ったんだよ。俺かな。ここで止まるなんて許さねえぞって。止まるんじゃねえぞって泣いてる奴に言うんだぜ。ひどい話だろ。でもその言葉に頭にきてな。俺がいつか霊力がなくても乗れる漁師戦闘機を作ってやる。それただの戦闘機だよね。もうそいつをいつかぶち抜いてやるって思えたんだよ。あの言葉があったから俺はまた立ち上がることができたのさ。待って。あのそいついいやつだなって俺も言おうとしてた。やっぱりお前変なやつだよな。霊力がなくても動く漁師戦闘機を作ろうなんて普通は考えないぞ。そこ常識的に考えたら確かにその通りだな。だけどよ、俺の周りには奇跡を起こしたり限界を超えたりとんでもねえことをする連中ばかりでよ、なんだか俺にもできる気がしてしまうんだ。叶わない夢かもしれないけどよ、俺一人立ち止まってはいられねえぜ。そうか、すごい友達もいるんだな。今度紹介してくれよ。いや、お前のことでしょ。まあいいか。わかったよ、考えておく。で、あれでしょ、夜な夜なベッドに押し倒してお前のことだよみたいな、そういう展開なんでしょ。それにしてもお前がテートを救っちまうとはな。俺の整備のおかげだってこと忘れるんじゃねえぞ。あ、これはもう完全に仮ですね。これ弱み握られてますよ。神山さん大丈夫ですか。
じゃあ一通り茶番も終わったことだし、本命行こうかね、サークラのところ。もうウキウキしちゃってね、もうこの走り方だもん。なんか久しぶりに中入るね。あれなんかさ、冒頭でなんか世界歌劇団公演がどうとか言ってたのに客誰もいねえんだけど。もうラブライブの最初みたいじゃん、もう完全にこれは。清十郎さん、もう挨拶は終わりました？うん、終わった。なんかすごいいろんなことがあったね。あ、もう大丈夫だよ。そろそろ出発する時間だしね。あ、出発するんだ。そうですね。ここが舞台じゃね、ないんだね。こうして平和な歌劇団大戦が開催されるなんて思ってませんでした。ああ、今日の世界歌劇団公演は新しい帝劇の復活宣言にもなる。君のおかげだよ。君が守ったんだよ、帝国歌劇団を。新宮寺さんのように、ね、清十郎さん。君は抱きついてもいいんだよ。夢を叶えたんだ、おめでとう、さくら。清十郎さん。おお、予想通り。いい話じゃねえか。だけどよ。あ、これは泣いてる場合じゃない。ああ、びっくりした。今日の開会式は私たちが主役。殺されるのかと思ったよ。そうです、涙よりも笑顔で迎えましょう。花組みんなで幸せの星となるために。でもその前に、その前に、清十郎さん、いつもみたいに号令お願いします。あ、号令ね。分かったよ、行くぞみんな。もうみんな号令がないと何もできないんだから、まったく。もうじゃあもう行くよ、ちゃんと息吸って言ってね。腹から声出して、腹から。帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。 OK。あー、こういう終わり方？そういうこと？こうして私たちの戦いは終わり、帝都に平和が戻りました。終わっちゃった。いろいろなことがありました。歌劇団解散の危機。お前出てくんなよ。夜叉とのこと。これらすべてを乗り越えられたのは奇跡なのかもしれません。戦いの舞台となった歌劇団大戦は平和の祭典として再開されることになりました。あ、そうなんだ。世界中の人々が熱狂し喜び合う絆の競技会。さあ、今その幕が上がります。すげえ危ねえところに立ってんな。お前はそこにいるんかい。あー、終わっちゃったね。終わっちゃったわ。いやー、長かったけど、長かったけど、なんかあっという間だったな、本当に。で、ほら最初に言うの忘れてたけどさ、結構あのこのゲームのなんだろう、キャラデザーあれなんだよね、ブリーチ
のキャラ、なんだ、クギイチの作者さんだったのかな。じゃあキャラデザー作ってる人って言ったらいいのかな。だからすごい結構似てたんだよね、あのブリーチの感じにね。ブリーチ知らない人はあのブリーチを見てください、千本桜を見てください、とりあえずね、はい。で音楽があの俺があの同時にやってるグラビティデイズっていうゲームのあの音楽もやってる方、田中さんっていう方だったんですけど、なんかあのバックミュージックのあの管楽器の感じがなんかすげえ似てんなって思ってはいたんだよね。まあそんな感じで結構あ懐かしいあ懐かしい、あ懐かしい、激蔵くん、まあ、そんな感じでね、結構思い入れが最終的にある作品になったな、作品だったなっていうのが改めて分かりました。いやいい話だったな、なんか終盤結構駆け足だった感じもするけど、うん、あの過去に飛んだのは一体何だったのかっていうあったけどね、こうやってねいろいろ見ると、もうなんかこういう話まだ全然慣れてないからさ何話していいか分かんないけど、なんかすげえこういうのを見てると懐かしいなってしか思えないね。もうナナ様がすごい熱い、これスミゲさんかな。いやね、声優陣もねなんだかんだ言って豪華だったから、もう俺の耳が幸せだったよね、本当に。終始さくらだったけどね、終始あやねぐだったけどね、うん。あーこれあれかな、アナスタシアがいなくなっちゃうみたいな時のやつかな。あ、え、龍が如くのスタジオとかも協力してたんだ。完全にアイドル。いいね、なんかこういうエンディングなかなかないよね。あれがレイティいなくね思ったけど、女性陣全員いるかなって思ったんだけど、マルガレーテの姿が見えない気がするね。こういうスタッフ道具もいいかもしれないね。ね、ほら、マルガレーテいないよね。クギューが見当たらねえんだよ。クギューどうした？落ちたか？セーガー。そこで出てくるか、セーガー。お、お、え？さくら、時間だぜ。え、上海歌劇団って書いてなかった今。え、なに、さくらだけ移動なの。
お前寝坊したか絶対。プロポーズですか？さくらー飛ぶんかい。それ危ない。え、お前も飛ぶんかい。大事故。どういうこと？何？新手の嫌がらせこれ。あらお前俺よりも先にキスするなんて許さねえぞ本当に。神山すーごいなんか続きがありそうな勘だったね。どういうこと？ああクリア情報をシステムデータにセーブしました。ああありがとうございます。セガ。あ、もしかしてもう、余韻がほとんどない終わり方だったね。あー、そういうことですか。じゃあまあ、オープニングを見て終わりますか。いやーなんか なかなか面白い話だったね。うん、全体的に今俺の頭上蚊が飛んでいった気がするんだよね。あーだけどあのゲントの話まだ片付いてないよね。そういえばとりあえずなんか封印をもう一回したみたいな感じだったけどさ、これ続きあるのかな。なんか完全なハッピーエンドっていう感じではなかったもんね。はい、ということで新桜大戦でしたよ。いやー長かったけどめちゃくちゃいい話だったな本当に。うん、はい、ということで長々とご覧いただき本当にありがとうございました。ちょっとねまだやり込み要素がいくつか残ってるんで、ちょっとおまけ動画とか別の動画でそこはねお見せしたいかなと思っています。とりあえずあのメインストーリーの一連の話はこれで終わりということで、はい、長かったけどお付き合いいただいてありがとうございました。じゃあまたこれからもねいろんなゲームの実況の方していきますんで、よかったらねあのいろんな別なゲームの実況の方も見ていただければ嬉しい限りです。ということでまあいろんな話するのはまあいいか、うん、やばだしね。ということで、はい、以上新桜大戦のゲーム実況でした。ありがとうございました。またね。